タリバン・毛沢東の著書が愛読書か中国でも出国者殺到北京独占禁止法による新規定香港ハイテク株下落ソロス氏中国株放棄か 各位观众大家好、今天是8月19日月星期四、欢迎收看疫情最前線アイザク8月15日にタリバンがアフガニスタンの首都カブールを占領したことで、アフガニスタンの女性たちの間では、タリバン政権下に置かれることへの恐怖感がよみがえっています。 イギリスのアイニュースは8月15日にアフガニスタンで最年少の女性市長であるザリファ・ガファリ氏が過激派組織に殺される可能性が高いと語ったと報じました2018年に初の女性市長となったガファリ氏27歳はタリバンから何度も暗殺の脅迫を受けてきました彼女の父親であるアブドゥル・ワジ・ガファリ将軍は昨年11月15日に自宅の外で射殺されました ガファリ氏は彼女や家族を助けてくれる人は誰もおらずただ座ってイスラム過激派に殺されるのを待つしかないと語りましたフランスのメディアフランス24が14日に報じたところによるとタリバンは家を一軒一軒回り12歳から45歳までの未婚または未亡人女性のリストを作成しておりタリバンの兵士と強制的に結婚させる計画を立てているといいます またカブールに乗り込んだ難民の多くもタリバンが女性や女の子の引き渡しをいかに要求し、いかに性的奴隷になるよう強要しているかを語っています。アメリカのジャーナリストで女性の権利活動家でもあるマシフ・アリネジャド氏は13日にアフガニスタンの少女が自分の考えを語っている映像をツイートし、無力なアフガニスタンの女の子の涙。 タリバンが国の権力を握るにつれ女性の未来はどんどん暗くなっていくと書き込みましたこの女の子は泣きながら次のように語りました私たちはアフガニスタンで生まれたので大切ではない私は思わず涙を流しているこの映像を撮るために私は涙を拭かなければならない誰も私たちのことを気にかけてくれない私たちは歴史の中でゆっくりと死んでいくなんてバカバカしいの ノーベル平和賞を受賞したマララ・ユスフザイ氏は15日、女性と少数民族、人権擁護者を深く心配していると述べました。アントニオ・グテーレス国連事務総長は暗黒の時代への逆戻りを恐れる女性と女の子らを守るために国際社会に団結を呼びかけました。では、タリバンのプロパガンダや戦略はどこから来たのでしょうか 8月16日タリバンの報道官は BBC の生放送中にいきなり女性キャスターに電話をかけタリバンは国民と国家への奉仕者でありカブールの人々の財産と生命の安全を確保し女性の権利を尊重し女性が教育を受けられるようにすると宣言しましたしかし同報道官は石打ちや手足の切断などの極端な刑罰の可能性を否定しませんでした タリバンが残忍な高圧支配を行い女性の権利を踏みにじってきた歴史を考えるとタリバンの姿勢を心をつかむための演出と疑う人も少なくありませんさらに多くのネットユーザーはタリバンのプロパガンダは中共と全く一致しており極めて欺瞞的であると指摘しています 宗教は1949年に権力を掌握した際資本家や知識人に事後の復讐はしないから協力して国を再建しようと約束したものの数年後には彼らを残酷に粛清する政治キャンペーンを開始しましたまたタリバンが20年間にわたって行ってきた農村から都市を包囲するというゲリラ戦戦略による政権奪取も ネットユーザーの間では中共から受け継がれたものとして捉えられていますタリバンが権力を掌握した後に行った大金持ちからの略奪人の妻や娘の強奪残酷な虐殺は中共がいわゆる解放区で行ったテロ支配をも彷彿とさせます中共の大プロパガンダと言われているあるメディアが最近発表した記事の中では タリバンがアフガニスタンの農村部から始まり、1990年代に毛沢東選週を読み始め、農村部から都市部を二度にわたって包囲したことが紹介されています。また、関東省の東メディア南方週末が2010年に発表したアフガニスタンの現地取材報道では、毛沢東の自給戦論がすでにタリバンの軍事秘伝書になっていたことも紹介されています。 最近アフガニスタンでは情勢が急変したため飛行機に乗ってアメリカに脱出しようとする人々が空港に殺到しました中国・上海の空港でも同じようなシナリオが上演されています先日中国メディア第一財経が報道したところによると上海プードン空港の出発ロビーには中国人留学生による長蛇の列ができていて朝9時から午後1時まで並んでやっと搭乗券を手に入れた人もいたといいます 中国からアメリカ行きの航空券の値段も高騰しており8月に入ってからエコノミークラスが2万円から3万円約33万円から50万円ビジネスクラスが7万円から10万円約118万円から169万円にまで値上がりしています最近ある Twitter ーユーザーが香港離れブームとアフガニスタンからの逃亡ブームを上海のプードン空港からの出国ブームと比較し 多くの人の人を呼びました海外に亡命したビジネスマンである陸さんはこの比較はとても興味深い形式的にも類似している部分があって本質的には我々は皆テロリスト政権から逃れたいと思っていると話しました中共は7月30日普通のパスポートの発行を引き締めると発表したため今後出国したい中国人は困難になります 北京時事評論家カハ氏は8月17日に大紀元に対し中国人があふれ返るように出国する主な理由は現在アフガニスタンで起きている状況と同じように中国国内の政治情勢が厳しく人々は震え上がってパニックになり逃げ出したくなっているからだと示しました自分の子供が出国するためのビザを申請していた中国本土のビジネスマンは17日付の大紀元で これは香港の移民ブームとよく似ている。中国は今、鎖国する瀬戸際にあり、一旦門が閉ざされると再び開くことは難しい。今後の中国の情勢はますます厳しくなり、今回出国した人はもう戻ってこないだろうと語りました。同ビジネスマンはまた中国大陸の現状について、 政治面だけでなく現在の経済状況から政府がどんなに良いと言ってもどんなに綺麗なデータを出してももう良くなることはない数年前まで経済状況はそこそこでまだ国内で生きることができたが今は民間でも「東平心理」横たわる心理が現れ生活が絶望的になったことで横たわり始めたと指摘しています 今年7月、中共はいくつかの省で農業生産、供給、販売、信用取引といった三位一体を統合的に連携した試験運用を開始しました。これは中共が鎖国し、計画経済を再び実施するというシグナルではないかと見られています。中共は鎖国措置を強化すると同時に、国内の企業への締め付けをさらに強化しています。 中共国家市場監督管理総局は8月16日企業が技術的手段や不正な競争方法で市場を独占することを踏み込んで阻止すると明言したインターネット上の不正競争行為禁止に関する規定の公開草案を発表しましたこれは中共当局が中国のハイテク大手に対する支配と規制をさらに強化しようとしていると世論は見ています これに応じて同日、テンセントやアリババなどのテクノロジー企業の株価が急落し、最大で7.4%の下落幅となりました。同公開草案では、企業経営者はトラフィックの制限や隠蔽、削除などの手段を用いて、他の経営者の取引機会に影響を与えたり、取引方法や内容を収集、分析したりしてはならないと規定されています。 新規制では経営者が調査や罰則の際に規制当局に協力することが求められます同日香港の反戦指数は安く始まり1.66%の下落で取引が終了しました香港株式市場の大型ハイテク株が一斉に大きく落ち込み香港に上場している多くの中国本土企業の株価が急落しました中でも中国の人気動画共有サイトビリビリ動画の株価は7.4%下落しました ボイスオブアメリカの報道では中共による民営企業への大規模な抑圧が全世界の投資家の懸念を呼び中国の将来における企業革新や資本市場での資金調達能力に対する懸念が広がっていると報じましたこのような中国企業に対する規制を憂慮した人物が行動を起こしました ロイター通信によると中国廃車サービス大手 DD が今年6月にアメリカで上場する前、著名なヘッジファンドが DD に多額の資金を投入していましたが、中共政府の DD に対する迅速な規制措置により株価が暴落したため、これらの資金の多くは取引リスクに遭う可能性があるといいます。 億万長者のジョージ・ソロス氏の資金も同様に取引リスクに遭う可能性があり同氏は最近中国株への投資を減らしていますブルームバーグの14日付の報道によるとソロス資産家の投資会社であるソロスファンドマネジメントはバイドゥの株式を7700万ドル約85億円結賓会ディップショップホールディングスの株式を4640万ドル約51億円売却しました ソロス氏の会社はテンセントの子会社であるテンセントミュージックエンターテインメントグループの合計約165万株を手放しましたソロス氏はなぜこのような決断をしたのでしょうか先週金曜日にウォール・ストリート・ジャーナルに掲載された記事によると習近平総書記の独裁的な統治は中国を脅かし全体主義的な閉鎖社会を作っていると示し そのため最近の金融市場の混乱を招き同時に彼の失敗を決定づけたとしていますソロス氏は中共指導下のマルクス主義は党の支配力を強化するために市場を破壊することを厭わないため失敗すると考えていますまた独立した会社と党の士気は共存できないと言います現在の形成からますます多くのアメリカ企業がソロス氏のように中国市場からタイムリーに撤退することを選択しています 今日嘅疫情最前线就到呢度，多谢各位收睇，守护真相，绝对唔会放弃，我哋嘅坚守需要大家大力嘅支持，更加需要大家订阅我哋 p a t r o n 我是 z a c k 下次再同大家见面。